皆さんこんにちは。新人編集ピラの〇〇のここが分かりません。今回はスタイリスト吉村さんに今季おすすめしたい2アイテムをご紹介いただきます。吉村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。2アイテムどちらですか？はい、はい、用意しております。はい、こちらの2つ、はい、今回はカーディガンとパンツを着回します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このコーディネートはパンツを主役にコーディネートを組んでみました。このパープルのパンツなんですけれども、センタープレスが入っていて足を立体的に見せてくれるのですごく美脚効果もあります。上はこうもうほんと白でまとめちゃっていいんですね。そうですね、白でまとめているんですけれども、ニットにブラウス、そしてレザーの小物という同じ白でも素材を変えることでコーディネートに凹凸ができてアクセントとなります。足元のシューズもスクエアトゥーなので甘さのあるコーディネートの中にピリッと効かせてくれているアイテムとなります。やっぱちょっと甘いコーディネートが好きな人にもこう程よくパンツでダボっとしたシルエットで甘すぎず白でまとまってすごく可愛いです。ありがとうございます。甘辛ミックスぜひ楽しんでもらえると嬉しいです。次の着こなしはフェザーヤーのカーディガンを合わせました。パープルとブラウンの色合わせもすごくおすすめなので今回こういう色合わせにしてみました。白いロング T シャツを入れることで抜け感を出してます。ウエストにベルトマークをすることでちょっと引き締めをしてくれる、そしてウエストの位置を高く見せることで足長効果につながります。こういう色合わせの時に黒いブーツもいいんですけれども白いブーツを合わせることでより今年らしさを醸し出せるコーディネートになります。今回はアウターを合わせてみてます。ロングのアウターですとこういう長めのボトムとすごくバランスが取りやすいのでおすすめです。そして中にフリルのスタンドカラーのブラウスを合わせているんですけれども今やっぱり甘めのブラウスがすごく人気なのでぜひ取り入れてみると今らしいバランスになります。柄がないコーディネートの時にはバッグなどで柄を取り入れてあげるのもおすすめです。カーディガンをメインにしたコーディネートなんですけれども中に今回オレンジ色のタートルを効かせています。袖口からも出してあげることでより華やかさを足してくれるのもポイントです。このカーディガン柄が素敵ですね。そしてさらっと着れるのでもうパッと羽織として持って家から出るのも決まってくれそうでいいですね。そうなんです。カーディガンも本当に1枚で留めて着ても可愛いですし、1枚で着るときはもちろん中にロンティーとか合わせるのがポイントなんですけれども薄手のニットの上に着たりコートの下に着てみたりといろいろ使えるカーディガンですね。こうやっぱモノトーンの中にこうパッと映える色が入ると気持ちが上がりますね。そうなんですよ。もう本当にいろいろな使い方ができて便利ですね、この色合わせが。あと平田さんね、スキニーが苦手とおっしゃってますけどもう今年こそロングブーツというアイテムがあるのでそれと合わせてあげるとロングブーツと合わせるとだいぶ隠してくれるんでここ絶妙な丈でこうスキニーが履ける素晴らしいコーディネートですね。おすすめです。次はニットワンピースの上に重ねてみました。いろんな色と相性のいいカーディガンなのでこういうマスタード色のワンピースともすごく重ねてきても可愛いですね。カーディガンの柄の中に黒という色が使われているので足元に黒いブーツを持ってきたりしてあげるとすごくまとまりのいいコーディネートになります。次は、カーディガンをコートの下にレイヤードして提案しています。カーディガンに柄があるので他に柄がない時にアクセントとなってくれるのですごくおすすめです。モノトーンをベースにしているんですけれどもこういった色のスカートを合わせることでアクセントになるコーディネートに仕上げています。この2アイテム買い足せば今年楽しく乗り切れそうです。よかったです。もうぜひトライしてみてください。皆さんもいいと思ったらチャンネル登録とグッドボタンぜひよろしくお願いします。概要欄にリンクの方も貼っておきますので皆さん GU のオンラインストアまたは店舗でぜひチェックしてみてください。それでは皆さんまたお会いしましょう。